ラジオ体操するときみたいに両腕上げて、オッケー、吐きます、そうそう、そのときこの中、はい、あーってところが、あーあー、そう、これがね、なるだけ、要は、よく NG、わかるよね、これさ、あーって後ろにはまってるじゃん、はいはい、の音 NG で、このあー、ちょっとエッジがあれだね、後ろにいるね、うん、オッケーオッケー、うん、絵の場所から、あー、オッケーオッケーオッケー、下の音、うん、あー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 いいいいいい
always there 단어게세이묻던나와나이디
犠牲も払わないで夢の道歩けるほど甘くないけど体が動けないや、うん、俺は楽しいもんかい止まらないのだ Refuse そうじゃないなら Go away 才能がやるのにつくまないそんな中これでちょっと鳴らし方癖づけてちょっとずつ戻していきます。絶壁のからいける。絶壁の。オッケーオッケー。へえ。へえ。これいける？絶壁のだっけ。絶壁の。のか。絶壁のの壁を。絶壁のあの壁を越えて。あ、いよいよそのまま。だいぶこんな感じで、うん、いいよ、うまくいってるよ。その先行ってみましょうか。あ、行動が合ってるいいよ、バキよって言ったりしたいに掴み取って正当化して行動できない理由を見る今日思い出して漠然とした目標でしたっけ。そうじゃないなら Go away。 そうじゃないなら Go away。 やってりゃいつかなんとかなるとでもはめて終わり。 OK OK。 あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。転がってるから行こうか。でそうなの、このさ前も言ったけどここのところと喋ってるみたいに割とこう、はい、力脱力のところでっていうふうに言ってると思うんだけど、はい、その脱力っていうさっき脱力するとさっきの、はい、あー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 、脱力するとそこにはまると大成功。そうそう、だからそこがって降りてなくって、はい、なんかどんなメロディーだったっけ、転がってる言い訳を転がってるとかですか。そうだね、そこがさ転がってる脱力した時にそれだとダメだよね、はい、こに、はい、あ転がってるに脱力できるならいいんだけど、はいはい、転がってるなるほどなるほど、あどこが降りてきてなおさら。でもこれはそう、いきなりそこに降りるのむずいから、はい、ローローが合ってるでもあんまよくない。あおーおーあーあーで、一番割といいのがベロ出したちょっと変な音なんだけど、掴み取って正当化して、うん、行動できない
かさ、あれだね、歌詞がさ、今やってるあの1万時間的な感じだね。いや、本当に元々のベースがそういう感じなんだろうね。なんか全部この曲当てはまるんですよね、自分。やっぱこういう思想なんだね、ちょっとなんかね。そうですね、努力しようみたいな感じがやっぱすごくしっかりあるんだね。なんかコツコツやるの好きで、好きな。今はその割と継続できてますけど、うん、前はなんか思いのほか成果が全く見えなくなって憂鬱になることが多かったんで、半端ものってなった。そうかそうか、分散しちゃってた時期だったのかな。ああ、そうですね、うん、なんか売れるためにこれやらなきゃあれやらなきゃが多すぎて、結果何にもできてなくねっていう。わかるわかる。前も言ったことあるかもしれないけど、そう、嫌っぽくなっちゃうのね、これね。叶えたい夢が、夢がやるんだ。そうこれね、あにした方がいいかも。あるわ。叶えたい夢がある目があるって、はぁ、い、って言った方がいいかも。はぁ、あるんだら、はぁ、あるんだら、はぁ、出したいか、叶えたいのかはもしかしたらさ、叶えたい夢がある、どこだろうね、か、うん、なんかどこを出したいか、叶えたい夢があるなら、もしかしたら私さっきのあるんなら嫌じゃなくてあだよとは言ったけど、ここあんまり出さなくてもいいかもね。夢があるならかも、叶えたい夢があるなら、なら、意外とさ、この最後のラララのところに持ってくために、はいはい、あんまりなんかどこもあの力入れない方がいいのかもね。ああ、なるほど、そこに行くために、うん、そこに行くためにね、結構淡々と叶えたい夢があるんだ、なんだっけ、本気な人が成したいなら、それ以外の欲望がまだなんかちょっと考えててみたいな、はいはい、で何でしたっけ、何でも簡単にできる時代、極められるかは自分次第、失敗を重ねて切り開け、そこの切り開けのところで行くから、はい、なんかそれまでちょっとこう蓄えてるし、はいはい、なんつうの、下の音も失わないみたいな。なるほど。うん。叶えたいみたいな、叶えたいみたいな、なんか、叶えたいになっちゃうとさ、ちょっとさ、あー、のべりしちゃう。サビっぽさはあるんだけど、はい、メロディー歌ってる感じになるよね。あー。叶えたい夢があるの。でもさ、なんかこれ、ギターの刻みから言ってもさ、そうですね。夢がなるのだだよね。完全にこのノリです。そうだよね。ってなると、そういう叶えたいの感じじゃないよね。はいはいはい。うん。叶えたい夢がやる。叶えたい夢があるなら。もっとだからあれじゃない。叶えたいになってるから。叶えたい夢があるなら。ちょっとなんかその。叶えたい夢があるなら、叶えたい
狭いのが笑えたいだと確かに差し込んでる感じあるんだけど、はい、ちょっとなんかわーいわーいみたいな。やるってじゃない。めっちゃ癖づいてますよね。叶えたい夢があるなら、本気で成し遂げたいなら、それ以外の欲ばからせ。何でも簡単にできる時代、極められるかは自分次第。狭いところじゃないといけない。叶えたい、叶えたい、叶えたい。あ、ナイスナイス、それそれで。叶えた、ちょっと違くない？叶えたい、叶えたい夢があるなら。それそれそれ。で、あのとこだけもうちょっと私は飽きが欲しい。え、夢があるんだろうな。分かってきました。うんうん。叶えたい夢があるなら、本気で成し遂げたいなら、それ以外の欲ばからせ。何でも簡単にできる時代、極められるかは自分次第。失敗を重ねてきる。なんか喋るときそのたまに思い出したときにここ響かせるように喋る。ああ急にボリュームがバカになる。そうそう、ボリュームバカになる。でね、このあーってところはね、喋るみたいになんだけど、はい、怒るときの声なんだよこれ実は。ああ、だから犬とかにコラッとか言うの、あーって言うの、おい、そうそう、おいみたいな、あー、はい、あーってなる。それ怒ったときの声。ああ、なるほど。接客のときとかは、はい、ここであー通っちゃうとね、はい、よしよしちょっと怖いみたいな、怖いみたいな。あ、でもうまくいってると思うよ。今回この曲でさ、下の音めっちゃしっかりつけたじゃない、はい、なんか他の歌ってもそこがしっかりあるといいなと思って。どうしこなしてんだよ、横からいつもバンドられてる、俺はいつも負ける、そんな日々を繰り返して、この曲多分エレキじゃないとちょっとあれなんですよ。あ、そっかそっかそっか。うんうんうん。あ、でもいいじゃんいいじゃん。そういう系のやつも同じところ使って歌えそうだね。もっと曲調違う方がいいですかね。なんかだとどう？普通にバラードっぽいってやつとかもあったりするの？あります。多分浮きます。余裕で浮きます。やってみよう、やってみよう。試しに。おさまないこの。ですか。おおさ、ああ、ちょっと出る。おさない頃に書いたよ、自由そのものだった、だった、だった。ちょっと前、ああ。
空赤い地面緑いいとこなんだ、はいはいはい、そこのなんかそこを抜けないように保って、うん、いいよ、もう一回とそのなーなーの紫の空赤い、そう、空のラーが最高で、ラーの道がラー赤いって取った方がいい、赤いってなっちゃう、ね、ならずに赤い紫の空赤い地面緑色に染まる、そうそうそう、いいと、そうそうそう、そこんな感じで、うんうんうん、めちゃめちゃいい、ちょっと響きがなんとなく掴めてきましたね、うんうんうん、え、なんかさ、曲いいね、曲あ、ですか、うん、曲いい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 もう一回サビいける、あ、はい、行けこう、もう一回、ゆーっと、好奇心旺盛な、好奇心旺盛な、あの子を思い出して、あの子を思い出して、いよいよ向かい、あの子を思い出して、あの子うん、なんかね、デロン、あの頃思い、これ高くないよ、あの頃思い出して、そうそうそう、だからおーっていかずに、あの頃思い出して、あの頃思い出して、よし、向こう側に合うわ、似合う枠を超えて、で終わりか、ごめん、ごめん、流し終わり、まあこの後まで、どこら辺からいい、さっきのサビ、行け好奇心のせいな、あの頃思い出して、好奇心旺盛な、あの頃、うん、あの子これ、こーって音色いらないかも、あの頃思い出して、あの頃思い出して、しも同じ方向、出しての、しも出して、そっちがいい、出して来ないよね、別にそんな、出しって行くと、そうですね、なんか方向によってしまっちゃいます、ね、出して、もちろん前広がってていいんだけど、それが、あのこれじゃない、あの頃もいいじゃない、あの頃もい出して、下があった上での、うん、広がりが欲しい、あの頃もい出して、そっち行け好奇心のせいな、あの頃思い出して
だから多分そのメロディーのさこう、みたいな展開にしたいでしょ。そうでしょ。多分分かってるはずだけど、それがなんかもっと声の上でも表せられると、そうですね。なんかあの表現本当苦手で、どういう風に作っていったらいいのかが昔からなんか。イメージつかないですよ、ね、あーそっか、はい、すごい。でもメロディーの展開上手だから、それをそのまま歌もそれに乗っかってあげる。あーはいはい、うんうん、ちょもうここでちょっと修行します。うん、グッドグッドグッド、いい曲いい曲曲いいじゃん。なんかうん、なんかバラードの感じもすごい綺麗だし、なんかメロディーの展開になってる。そうですね、あの半端ものとこの自由な絵っていう曲なんですけど、うん、この2曲はなんかうちの中では評判高めかもしれないです。そうなんだね。もう結構前からやってるんで、うん、じゃあちょっとそうだね、いろんな曲オリジナルの曲でそれやってみてみたいな。そろそろ一回久々にカバーとか挟んでもいいですよ。あ、いいね、それもいいと思うよ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。